はい、皆さんこんにちは。おさぜん農園のおさむらです。ひらかたティーサイトの首藤です。本日は、おさぜん農園ってどこにあるのということで、おさぜん農園さんをご紹介したいと思っております。どこにあるんですかって、同じ八幡市の方からも聞かれたりするので。今言っちゃいましたね。八幡市。そうなんです。京都府八幡市に、あるんですけど、割と皆さん知られない。知られていないんでね、これを機会に皆さんにぜひ知っていただきたいなと思います。枚方市の横ですもんね。そうですね、意外と近いんで。そうですね、足を運んでいただきたいということでご紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。しました。じゃあ受付行きましょうか。入り口行きます。はい、ここでいちご狩りの受付をするんです。はい、こちらでまずあの受付体験を含めて受付をしてもらいます。あの前方掲示板なんですか。あれはね、イチゴの取り方とかを説明する動画流しちゃいます。すごいじゃないですか、必須の練乳に加えて最高、まあ、そうですね、味変をね、最高。イチゴ本来の味でも美味しいんですけど、うん、まあ、やっぱりたくさんね、食べようと思ったらね、味変してもらって楽しんでもらったら。チョコシロップが準備されているのは非常に嬉しいです、ね、本当ですか、うん、思いつかなかったです。で、荷物を預けて、はい、貴重品などこの透明のカバンに入れて、はい、立ち、はい、行きます。こちらがうちのハウス、じゃあご覧ください。入ります。どうぞ。わ、広いですね。ありがとうございます。そしていっぱいなってる。いっぱいなってますね。本当にこれからがいちごの最盛期で、うん、たくさんいちごなってます。だいたいこれハウスがいくつぐらいあるんですか。こういう大きいハウス全部で4箇所あります。で、これで1日何人ぐらい。いちごの量にもよるんですけど、うん、去年の実績で最大900人入りしました。1日え、900人、はい、入るんですか。朝9時から夕方までずっと営業して、はいはいはい、900人多かったですね、あの日は。まあ、でも平均すると、まあ、平日は100から200ぐらい、で土日も500人前後が、まあ、平均するとそんな感じですね。いちご狩りはいつからスタートしてるんですか。うちはですね、15年前から。え、そんな前から。2008年から実は観光農園始めてまして、その当時はほとんど八幡とか京都とかでもいちご狩りなくて、うちだけやった、ほぼうちだけやったんですよ。この頃はこういうスタイルだった。はい、その頃からこの公設栽培、ある意味この京都で公設栽培の先駆けというか。あ、そうなんですか。はい、でこれ明らかにここずっとこの、そうですね、向こうまでで、はい、半ばに100ぐらい、もっとあります。え、この1列だけで、はい、この片面で、はい、え、これ まず奥まで60メーターあるんですよ。はいはいはい、はい、でこれ20センチ間隔植えてるんで、はあ、この片方だけで要は300、はあ、でこれ両方で600で、列がわーっとあって、全部のハウスで5万6000株です。すんごい量。一応これで関西最大級の観光になります。ここは秋姫ゾーン。ここは秋姫ゾーンで、このハウスは両端が美味しいベリー品種を売ったりとか、まあ、ハウスによって売ったりとか、それは違います。例えばこの秋姫さんは、はい、酸味の少ない人気品種、果肉が柔らかいので、ほうほうほう、あのスーパーとかではあんまり売ってなくて、観光農園でよく使われるんですよ。あ、そうなんですね。で、これすんごい大きいです。あ、そうなんですよ、大きいでしょう。私いて中肉ぐらいだと思うんですけど。ああ、そうですね。これ今すんごい大きいですね。え、これ特別でもないね。あそこも割とポロポロあるでしょう。やっぱり観光農園なんで大きいイチゴの方がね、お客様喜んでいただけるから、まあまあ、ちょっと粒をあの大きく作るように、数は少ないけど大きいイチゴを作るような作り方をしています。歩いて中見せてもらって、中見せてください。はい、どうぞどうぞ。これがですね、一応90センチがありまして、一応、例えばベビーカーとか
車椅子の方も中入れるような設計だと思います。あ、なるほど。そうか、収穫も楽ですよ。あ、そうなんです。公設サイトは収穫も楽やし、手入れも楽やし、あ、腰に優しい。そうなんです。体に優しい。はい、あれなんですか。あ、あれ、あの顔抜きパネルなんです。あれをこう顔はめて皆さん写真を撮ったり。あれも作られた。はい、自家製です。素晴らしい。ありがとうございます。結構いちごって、うん、結構あのクリスマスの時期からバーッと出回ってゴールデンウィークぐらいまで、うんうん、割とスーパーとかで長いですよね。美味しそう。これっていつが実は旬なんですか。でいちごの旬っていうのは寒い時期、冬のが旬なんです。12月、1月、2月が旬です。じゃあ3月だったらちょっと。そうなんです。3月はたくさんイチゴになるんですけど、うん、温度が上がるとその分果肉が、うん、早く赤くなってしまう。糖度はたまに低く、若干糖度は落ちちゃうかもしれません。でもたくさんイチゴになります。で、ここでは何月からイチゴ狩りですか。実は12月から6月上旬までイチゴ狩りします。6月上旬まで。はい。長いですね。今はどの作業するんですか。いや、電商です。はい。電商です。電商。また綺麗です。ものすごい綺麗ですよ。オレンジのライトでね。それ見れないんですか。見えますよ。ナイトイチゴ狩りやってます。夜やってるんですか。期間限定、期限定でたまにやってます。あ、それはこうおさげんさんのネットホームページで見たら。あ、そうです、そうです。ホームページとか、あとはインスタグラムとかでナイトイチゴ狩り期間限定やりますとか。じゃあその時に行ったらで、このイチゴでジャムとかも作ってらっしゃる。そうなんですよ。うちあの加工品とか作ってる。そちらもぜひぜひ。じゃあそれちょっと見に行きましょう。はい、はい、じゃあ農園出てビニールハウス出て、はい、こちらがうちの職場です。まず奥どうぞ。はい、お邪魔します。メニューというのは目の前のね、大きい、すごい。そしてその横になんかイチゴっていう漢字が見えるんですけど、皮抜きパネルイチゴになります。カップルさんでこうね、ご家族で、すごいアイディア商品、ね、商品じゃない、売ってない売ってないです。こんなもん上手。ここでね、皆さんね、写真撮る、写真撮って、フォトスポットってやつですね。はい、で、こっちが加工品とか、はい、こっちがガチャガチャなんですか。あ、そうなんですよ。いちごのガチャガチャ、中にうちのオリジナルのキャラクターの缶バッジとか、あとキーホルダーとか。おうおう、人気があるの。何気にね、爪切り人気あるよね、なんか。爪、でも何出てくるかわかんない。あ、わかんないです、はい、ガチャガチャ。爪切り欲しい人は何歳になるの。そうです、なんか人気があります人気があるのはこっちのジャム類かな。ジャムとかソースとか。ソース、ヨーグルトとかアイスとかがある。美味しそう。いちごミルクの方が有名で、もう人気ありますよ。間違いないやつ、はい、牛乳と混ぜてもらったらもう家でできるんですね。そうです、いちごミルクができる。ビネガーお酢ですね。いちご酢、ジンジャー、はい、いちご あるかな。サイダーとかで割ったら。あ、そうそう、ジンジャーエール、いちごジンジャーエールになったりとか、あとお湯でもあると、はい、ホットジンジャーと。なるほど。はい、塩ってどういうことですか食卓にいちごのある生活をっていうコンセプトにですね、いちごのお塩とかお砂糖とかお酢とかそういうのを作ったんですよ。いや、お砂糖はなんか味がね、わ、うん、からないでもないですけど、うん、塩ね、塩はね、本当にお塩です。あの中にね、いちごのフレークが入ってまして、それをこう噛んでいただくと、いちごの香りがふわっとこう広がるような、そういうお塩ですね。バターは間違いないですね。ジャム、はい、梨も作ってるんですけど、イチジクもね、隣のおじさんの。あ、本当や、イチジクとか見落としてた、イチゴだと思った、イチジクだった。はい、で、この辺は、ね、でも結構リンゴとかブドウともコラボしてはるんですね。はい、上のね、食べるイチゴジャム、これ、はい、あ、すごい中に果肉が、こっち見せた方が、そうですよ、すごい。がゴロッと入ってるんで、うん、潰してないんですね。そうなんですよ。だからそのまま食べてる。ジャムとかね。美味しそう。美味しそう。
で、これがやっぱり人気ナンバーワン。そうですね、これイチゴジャムがね、うん、ナンバーワン。素晴らしいと、チョコレート、これポップコーンと、そのメレンゲ菓子と、イチゴ飴。で、ジェラート、アイスクリーム。ソルベとジェラート。その横のこれ何これね、イチゴのピザを作ったんですよ。ピザ、これ甘い系としょっぱい、しょっぱい系、ほんまのしょっぱい系パブレーク甘い系乗せたんですね。そうです、イチゴを乗せちゃいました。ちょっとこれ食べて、これスイーツ、こっちスイーツ、おやつに、こっちはこっちご飯、ご飯にもうあのレンジでチンするだけ、チンするだけでできますよ。はい、マスカット、面白いですね。かわいい。あ、靴アイス。靴アイスなんだ。なんか溶けないですよ、これ。ほー。真っ赤な方が。真っ赤も同じく靴アイス、イチゴバージョン。こっちはミルク。こっちミルク。こっちミルクとこっちイチゴ。美味しそう。やつはね。これだったら2本食べますね。両方とも。あ、そうですね。で、これは何ですか？これはね、キッチンカーですね、うちの。作ったんですか？はい、これも作りました。あの農園でね、やっぱりこういちご狩りだけじゃなくて、いちごのこういうミニパフェとかドリンクとかね、いちごミルクとかをこう販売してます。これいちごミルクはさっきの、うん、あの子、あ、こっちか、あの子が使われてる。そうです、そうです。じゃあここでちょっとお試しで、はい、そうですよ、飲んでみたり。ここのソースもいちごソースですし、はい、あら、じゃあお試しできる。そうですね、はい。え、これ出動することあるんですか？そうなんですよ、あのこの農園にある時もありますし、春とかはイベントで京都市内の方に行ったりとか、そのマルシェに行ったりとか、結構割と出動してます。買い物に行きたいとか。そうですね、ぜひご利用いただきたい。お城が見えたところへ行きです。はい。はい、この八幡中台っていう、交差点を右折です。ここで左ですね。今いちご狩りの看板が上がってましたね。で、ここはね、長そう。左前に長谷川農園という大きな看板が、すんごい大きな看板ですね、あれ。でしょ、看板。そうなんですよ、うちなんですけど。わかりやすい。あれを目印にしていただきまして、これをまず一旦過ぎて、ここを左です。が順番に看板がありますので、これに沿って、走って行かせてもらったら大丈夫です。右曲がります。はい、マークがいちごのマークが見えてきまして、ここが駐車場ですね。はい、はい、こちらが到着です。どうでしたか？面白かったです。あ、本当ですか？ありがとうございます。いろんな面白いものがありまして、はい、まだまだなんか見つけそうな気がしてきました。そうですね。あのハウスもね、いろんな場所あります。うん、ぜひ、ね、皆さんもいただいて楽しんでもらえたらいいかなというふうに思います。長谷川農園さんのいちごの庭プロジェクト、はい、3月30日から4月9日まで、雛形Tサイト4階、マドスペースでいちご狩りができますので、また他にもいろんなイベントなども合わせて行っておりますので、ぜひお越しになってください。はい、お待ちしております。お待ちしております。